とエンゼルスキャップやな。いや、キャップ。佐野はインターフォンを気にし続けていた。まあ、やめれないんだけどねとか言いながら、でも全然赤面で笑みを浮かべる佐野。ちょっと待って、誰だ。突如インターフォンが鳴り、移籍する佐野。はいはい。まるで来客を知っていたかのようなフレンドリーな対応をする佐野。佐野はデスクに用意していた3万数千円余りを手にし、玄関先へと足を運んだ。佐野は高額な物に高額の声を上げた。佐野は秘密のバックヤードで何かしらに驚嘆しました。生き物だ。佐野の腕には高級車の価格に匹敵する超高級時計がはめられていた。よし、明らかに挙動が怪しくなりだした佐野。衝撃の結果は言わずもがな。散々いじられたこのオレックス事件を出遅れたただのいじるか否か、判断は視聴者に委ねたい。来月誕生日だからね。うん、どうする。